火力戦闘式統制システム。火力戦闘式統制システムは、陸上自衛隊の装備、方面隊、士団、旅団、大隊の特化部隊に配備される。各種センサーの情報を集約し、対地、対艦に対する射撃、戦闘に必要な情報を迅速、正確に処理伝達するための指揮、統制を行うシステム。2006年度から2009年度にかけて、試作を、実施。 2008年度から2010年度の間に試験を実施、2011年度に初めて予算が計上された。製作は東芝。従来の火力戦闘式装置は C2 システムとして野戦特化射撃式装置、及びこれに連接された C4I システムとして野戦特化情報処理システムが配備されている。しかしこれらのシステムは迅速、正確な情報処理、 伝達に制約があり、情報の従事、確認に時間を要する上、他の式統制システムとの連接が不十分であった。このため達したような事態への一元的な火力戦闘を行い、迅速、的確な火力戦闘式を実現するため本システムが開発された。FCCS は、地上監視レーダーや、大砲挟まレーダー、各種監視装置、目視等、 また他の陸上自衛隊の C4i システムと連接して得た情報の分析、処理を自動で行い、必要とされる各火砲や誘導弾を選定した後に射撃データを伝達する。なお UAV が習得したデータを FCCS を含む陸上自衛隊の C4i システムと連接する調査も行われている。なお陸自以外との連接は海上自衛隊とは FCCS と海上自衛隊式統制システムの連接が、地対艦ミサイル連隊と海時、空時とのリンク機能に関する研究と並行して行われた。また航空自衛隊とは、自衛隊デジタル通信システムを搭載した F-2 の対地攻撃を支援する地上のデータリンク端末である、式統制用の JDG 地上システム及び、 全線航空管制用の JDC 地上システムが FCCS との連接で航空部隊とのより密接な連携が可能となる。FCCS の運用例としては2016年の西部方面隊実動演習である鎮西 FTX において FCCS の統制下で5個地対艦ミサイル連隊と MLRS を用いた対艦攻撃訓練が行われた。 後面隊システム、手段用システム、代替用システムがあり、野戦移動可能なのは、後者の2つになる。ありがとうございます。